チャチャが食べんの？フェローラン飲みたくないね、今は。ごちそう嬉しいね。いただきます。あ、美味しい、これめっちゃ美味しい。油揚げで煮切るっていうのが味噌やね。サンキュー。美味しいな。うん。あ、お世話になっております。はい。この辺を理解していただけてないな、尊重していただけてないなっていうのが。もう一度あって、今回もう二度目はないなっていうふうに実は思ってたんです。怒りというか悲しい、あの子が誠意あるから余計心痛いわな。あの子が悪いわけじゃないやん。うん。あの子にそんなこと言いたくなかったし、でもそういう体制もちょっと信用できひんやん。その新卒の子すぐ辞めたりしてたし。俺の考えを、まあえて言わせてもらうと、判断基準はまあ、プレッシャーになるかならへんかで決めていいんちゃうかなと思う、ね、そのプレッシャーに耐えれるかどうか。ありがとう。まあいいか、切り替えよ、忘れよ。気づいてるかもしれI'm not sure if I'm going to be able to do that.